はい、皆さんどうも K でございます。今回はですね、こちらのメタニウム、これのテストにちょっとねやってきました。はい、ついてるのはね8分の3オスのスピナーウェイトですね。8分の3オスで、いろんなルアーを投げてね、ちょっとメタニウム DC と、であともう一つ、こちらのアルデバランを持ってきたので、はい、これのちょっとまあ死闘テストですね。魚は多分釣れないと思います。ではまず、メタ DC からいってみましょう。で、内部のブレーキは、はい、これですね。ちょっと見えるかどうかわかんないんですけど、フロロモードに設定してます。で、ここがブレーキがね A から1まであるんですけど、 A はかなりオールラウンドなモードなんで、 A はとりあえずやめて、4から行ってみたいと思います。メカニカルは、ルアーが自然とこう落ちるぐらいに設定してます。ではちょっと行ってみます。初投げ、ドキドキすんな。うん、いいですね。このね、伸びは、ブレーキの伸びはね、かなり、うん、ブレーキの伸びはすごいいいです。ブレーキすごく伸びますね。じゃあ次、3で行ってみます。おお、すごいわこれ。めちゃくちゃ飛ぶ。すごい。何これ、え、超楽。しかもちょっと糸浮き上がってるんですけどね、しっかりとこう DC が押さえてくれて、8分の3オンスなんですけど、めっちゃ飛んでますこれ。え、めっちゃいいこの DC。 多分ねこの次はもうバックラッシュすると思います。一回バックラッシュしてもいいんで、2でやってみましょう。多分バックラッシュします。やっぱしますね。でもこれ軽傷で済んでますよ。で、飛距離はさっきよりちょっと、まあ一勝ぐらいかな。だからこの8分の3オンスのスピナーベイトには3番がよろしいと、そういうことですね。はい、ではね、8分の3オンスのスピナーベイトには3番が最適っていうことが分かったんで、いろんな投げ方をねちょっとしていこう。オーバーヘッド、うん、綺麗に飛びますね。じゃあ次はちょっとさっきやってましたけど、サイドから、うん、これも綺麗に飛ぶ。次バックハンドやってみます。うん、これも綺麗に撮りますね。次スパイラル、うん、飛びますね。ピッチングはどうかな。うん、あ、ちょっとね今ちょっと癖でサミングしてしまったんですけど、ちょっとサミングせずに、あ、ピッチングにも十分使えますわ。ちょっと弾道を低くしたね。うん、全然使いますね。うん、飛距離は抜群、よく飛びます。めっちゃ飛びますよ、ほんと飛ぶわこれ。うん、すごい飛びますね。ちょっとルアー変えてみましょうか。あのね、あそこに石があるのちょっと見えるかどうかわかんないですけど、あそこの石をねちょっと狙ってみます。ピッチングでそういうキャストにもこう使えると、うん、ちょっと近すぎたかな、その奥の石。うん、十分使える。これね、飛距離めっちゃ飛んでますよ普通に。
ロッドは、ワールドシャウラの1703ですね。あ、でも少しルアーが、回転して姿勢を崩すとちょっと糸が浮かんですね。バックラッシュにはならないですけど、向かい風だったらばちょっとこのブレーキは4かなっていう感じですね。4だとね、ちょっと強すぎるブレーキが。あ、めっちゃ飛ぶわ。ちょっとじゃあルアーチェンジしてみましょう。はい、はい、移動してきたんですけど、ちょっと風が当たるスポットに来てみて、もう一回ね、この空気抵抗の大きなスピナーベイトで向かい風、今あっちに向かって風が吹いてるんですけど、うまく投げられるかっていうのをね、ちょっとチェックしてみたいと思います。それではね、やっていきましょう。さあ、果たしてこの空気抵抗が受けるスピナーベイトを投げることができるのか。とりあえず読んでやってみましょう。いきますよ。あ、十分投げられますね。ただちょっと飛距離はやっぱり、でもね、結構強い、だいぶ強い向かい風なんで、あ、すごいわ、全然バックラッシュしません。かなり強い風なんですけど、全然バックラッシュなし。いきますよ。ほら、どうですこれ。ただ多分3にするとバックラッシュすると思います。ちょっと一回やってみますね。ちょっと向かい風なので、あ、ちょっとやっぱ軽いバックラッシュしますね。うん、だから風が吹いた時は、ちょっと落とすという感じですね。じゃあ次、向かい風の状態で A オールラウンドモードで投げると一体どうなるのかっていうのをね、ちょっとやってみたいと思います。じゃあオールラウンドモード、ここですね。これを A にします。 A にします。それでは、あー、オールラウンドモードだとバックラッシュしますね。ちょっと今なんかちょっと僕の投げ方が今ちょっと変な感じになっちゃったんですけど、ちょっともう一回ちゃんと投げてみましょう。でも多分今の感じ見てるとバックラッシュしますね。はい、オールラウンドモードはバックラッシュします。はい、じゃあ次ね、追い風にして、さっきの風を背にして、2で投げるとどれぐらい飛ぶのか一回やってみましょう。8分の3オンスで、ロッドは1703なんでちょっとミスマッチでも半端じゃなく飛びます。めちゃくちゃ飛ぶ、かなり飛びますよ本当に。今回の DC はね、やっぱ飛距離があれですね、いいですね。ちょっとね、もう一回ちょっとやってみましょう。これ、この飛距離飛びますね。ちょっと回収がしんどくなってきましたわ。ちょっとルアーチェンジします。はい、お次はこちら、この間買ってきたマグドラフトですね。重さは、1.4分の1オンスなので、35g ぐらい。はい、でこれを投げていきましょう。本来はロッドはこういったぐらいのルアーにちょっと適してますね。はい、やっていきましょう。まずはブレーキ4から、4から向かい風に向かって投げてみます。さあ、やります。ああ、普通に飛びますね。十分な飛距離。ただ本当にすごいのはさっき3だと知ったので、ちょっと3ごめんなさい。では、ちょっと風邪気味なんで、ね、すいません。じゃあ3いきます。ああ、めっちゃ飛ぶな。でもなんかもう一段がいけそうな気がしますね、これ。なんか2でいけそうな気がする。ちょっともう一回投げてみよう。これ3。あー、でもちょっと浮くかな。でもめっちゃ飛んでますよ。十分な飛距離です。はい、これ。
XG が欲しい。回収だけなんでね。ああ十分ですね。2がいいのかな。ああ3か、今3ですね。3がいいのかな。うん、だいたいね、分かりました。だいたい3でいけます。でよっぽど空気抵抗が少なくなってきたり向かい風やったりすると2なんですけど、2でやると多分やっぱね爆ラッシュするんですよ。こんな感じでバックラッシュするんで、まあできればまあほとんどのルアーが3、4でいけると思います。で3でかなりの飛距離が出るので3で十分ですね。はい、次はねこれワイルドハンチの、シャローランナー。重さはどんなぐらいやろ。これかなり軽いです。めっちゃ軽いです。軽すぎ。これバックラッシュちゃうかな。いけるのか行ってみましょう。ブレーキは4でいきます。はい、では、あ、十分飛びます。13メタニウムをちゃんとブレーキセッティングして、ちゃんと投げたぐらいの飛距離ね普通に出ます。あれ本当に、それより多分 1,2 メーター飛ばないとかそんぐらいです。ね、これすごいわ。十分に使える。ちょっとロッドは合ってないですけどね。ロッドが合ってなくてこれだけ快適なんですから、これ相当だわね。これすごいですよ。はい、十分快適に使えます。めっちゃ快適です。で次、向かい風の中で投げてどうなるのかちょっとやってみます。バックラッシュしません。すごいすごい、これはいいわ。楽ですわ。やっぱりね DC って何がいいかっていうと、飛距離もね確かに重要なんですよ。でも快適性、ちょっと風が吹いたらここ一つパチッとやるだけでブレーキが勝手にこう調整してくれる、本当にねこの DC はいいですね。久しぶりに DC 使うんですけど快適。このぐらいのシャロークランクもまあ十分いけるということが分かりましたね。では、ちょっと次いってみましょう。はい、次はねこれすごいよ。これは無理やろ。これスピニングでいつも投げてるルアーをちょっとこの、1703のかなりのパワーロッドと14ポンドこれで投げてみたいなと思います。普通は無理やと思う。これは軽すぎるもん。だってちょっと行ってみますよ。あ、投げられる。バックラッシュしてない。投げられます。あのねちょっとカメラをつけて録画しながらね釣りをするのが初めてなんで、ちょっとカメラの方を意識してしまうんですね。そうするとねルアーが自分に向かって飛んでくるっていう相当危険な状況に今なってます。ちょっとねじゃあ向かい風に向かって、投げてみます。はい、バックラッシュなし十分です。これね正直スピニングで投げるぐらいのルアーですから、これ見てください。これを向かい風に向かって投げて、しかも結構強いですよこの風。ノーサミングでバックラッシュしない。これいいわ。でかといってねこのまま重いルアーに変えたら爆発的な飛距離が出るんで、今これブレーキ設定は4ですけども、3は絶対無理です。それはもう分かります。3は無理ですけども、普通に何のトラブルもなく、スピニングよりちょっと飛距離は落ちますけども、だって1703ですよ。14スクラスのルアーを投げるあのロッドですからね。それでこのこれ何グラムやろう、分かりませんけども、もうかなりちっちゃいなスピニングクラスのルアー、これをこのまま14ポンドで投げてバックラッシュしない。
なり快適ですよ、まあ、いろんな投げ方してますけどね。ただねちょっとやっぱ軽すぎるんで、僕のロッドさばきがずれてしまう。ロッドにあまりにも合ってないんで、ウエイトが。でもねすごいわ、バックラッシュ全然しない、全くバックラッシュしません。コメントでね、どんだけ軽いルアーも、どんだけ軽いルアー投げられるかちょっと試してみてくださいみたいなあったんですけど、皆さんこれすごいですわ。このメタルバックラッシュしません。こんだけアンバランスなセッティングして向かい風の逆風に向かって投げてんのにバックラッシュしない。ただ快適ではないです。バックラッシュはしませんけども、やっぱり、あでもこれロッドとラインが合ってれば快適かもしれんな。ロッドとライン合わせると快適かもしれないです。ちょっと今ロッドが強すぎるんであれですけども、ロッドのパワー落としたら普通に使えるような気がします。これ全くバックラッシュしないで、ルアーはちゃんと思ったとこ飛んできまして、まあ、ちょっと僕のロッドがね、ちょっと僕の軽すぎて僕の手がブレるんで、ちょっと位置はブレますけども、ロッドさえ、ロッドとラインさえ合わせてもらったら多分普通に、あこれ本当にすごいわ。これね、僕のこの動画を見てこの DC 買う人増えるんちゃうかな、それぐらいにこれすごいよ。いやー皆さんこれちょっとルアーチェンジ、ちょっとさらに軽いのいってみるよ。はい、次はねこれ投げてみます。さっきのルアーよりもちょっと軽いです。はい、これいつも僕がミドストで使ってるジャッカルのルアーですね。ワームこんな感じで、ちょっとここにスナップついてますけども、普段使うときは皆さんこれスナップつけないように、プラグ類だけにしてくださいね、スナップは。はい、ではちょっとやっていきましょう。果たしてどうなの。ブレーキは、4でいきます。ではいきますよ。向かい風の中でもうね、風に押されてルアーが全然違うとこ飛んでるんですけど、バックラッシュはしてない、バックラッシュはしてないです。すごい、片手でね、今ちょっと片手で軽く投げてるんですけど、片手で軽くっていうかフルスイングしてるんですけど、ほぼフルスイング状態、バックラッシュしない。これノーサミングでいけんちゃうか。これでもねちょっとやっぱロッドが強すぎるんでずれます。ロッドが強すぎ、これノーサミングでいけるかもしれないです。向かい風の中でこれだけ軽量のルアー、もうこれ普段スピンニングで投げるようなルアーですけども、これが普通にクラッチを切って落ちるぐらい、スルスルスルと落ちるぐらいのこのセッティング、これでノーサミング、ノーサミングでいけます。すごいすごいわ。この軽いルアーを簡単に、しかもバックラッシュなく、ロッドも全然合ってないのに投げられると、どうですこれ、すごくないですか。ぜひ皆さん、このメタニウムは買いです。ではね、最後にもっと軽いルアーいきます。はい、じゃあ次はねこのセイラミノ、これがちょっとラストに投げてみたいなと。こんなもんもうスピニングじゃなく投げん、ベイトフィネスでもほぼ投げんというようなこうルアーですね。これを向かい風の中で、バックラッシュせずにいけるのかと。いきます。あちょっと今僕のサミングが失敗しましたね。ただロッドが合ってなさすぎて
とロッドあったやつでやらないかんな、これいきますよ。バックラッシュなし、投げられます、普通に投げられます。ちょっとロッドがしんどすぎる。このねスピニングで使うようなルアーに1703がついてるんですが、それはちょっと無理ですわ。でもねバックラッシュしません、これ普通に。しかも飛距離も結構出てる、これ結構飛んでます。ちょっと今両手を添えるとちょっと力が入りすぎてバックラッシュするので、片手でこうシュパッと投げるような感じ。それで十分な飛距離が出てます。ただスピニングには勝てませんけどね、やっぱり僕のスピニングは PE 巻いてますんで。あ、でもねまあまあ飛んでますよ、使えんことはないっていうぐらいの飛距離。はい、はい、こんな感じで。ではね、ちょっと詳細なレビューは後日またアップしますんで、今回はこのキャスティングの模様をお伝えしました。このぐらいのスピニングで投げるぐらいのルアーは普通に、キャスティング飛行中のサミングはなしで十分に飛距離が出るってことが判明。まあ、ちょっとね快適かどうかは別としてね、その辺のレビューはちょっとまた、後日やりたいなと思います。それでは、次はメタニウムじゃなくて、アルデバランの、指導を、ね、やってみます。